東京理科大学経営学部経営学科の4年生として学生をしております。妹が和歌子先輩の後輩で、そのつながりで日本舞踊の稽古があるってことを知ったっていうのがきっかけで、コロナ禍で新しいこととかも何もできなかった時に、の和歌子先輩の Facebook を見て、じゃあ始めてみようかなって思ったのが日本舞踊を始めるきっかけになりました。国立劇場で踊れる機会ってそうあることではないと思ったので、まあ、せっかくやっぱり出れる機会があるならもう経験しときたいなっていうふうに思ったので、じゃあ頑張ろうっていうふうに思いました。少人数での稽古だったので、分からなかったところとか振りがあまり入っていないところがあったら、結構重点的に先生が教えてくださったので、お稽古にも結構楽しく通うことができました。人形町のところに行ったんですけど、そもそもそのかつら合わせの知ってる現場に入ることっていうのは今まで生きてきた中でなかったので、もう入っただけで勉強になったし、あ、これからこんなかつらをつけて出させていただくんだなっていうような明るい気持ちになりました。大写真を撮るときに着物を着て岡本さんに撮ってもらったときに、私は舞台に出るんだなっていうような、舞台に向けて頑張っていかなくてはっていうような実覚が芽生えました。下ドライに私の祖母を連れてったんですけど、普段プロの方も使っているような場所でその下ドライをやらせていただいて、私たちこれからあと1ヶ月ちゃんと頑張らなきゃいけないし、怪我とかも絶対してはいけないなっていうような気持ちになりました。で、祖母も泣いていたので、あ、やってよかったなっていうような気持ちになりました。まず舞台のその準備してくれてる方が頑張ってやってくれてるのをすごく感じたので、ありがたいなっていうような気持ちを感じつつ、お客様がいるここにたくさんいることを想像することができました。顔をやってる時にそのまず最初に顔から始まるんですけど、の白く塗ってる時からだんだん臨場感っていうのが芽生えてきて、その後に川瀬さんがなんか最後の手を入れるんですよ。その時に私舞妓になったっていうような気分になりました。で、その次にその着物の方、衣装の方がいらっしゃったんですけど、医者の方はとはその下座りの時に会っていたので、祖母のこととかいろんなこと声かけていただいてありがたかったなって気持ちもありつつ、すごいあの着物着るのに15分とかで着終わってすごいなっていうふうに思いました。最後にカツラつけたんですけど、カツラの方ともカツラ合わせの時に会っていたので、なんかすごい声かけていただいてすごく嬉しかったっていうのもありますし、やっぱりカツラをつけるのになんか最後のテコ入れを少ししてもう5分とかでつき終わるので、あ、すごいなって思いました。本当にありがとうございました。皆さん、舞台に出る前の方が緊張してて、踊っている時は本当に扇とその傘をもう落とさないことと、あとぽっくり履いてるからもうつまずかないようにしようってことしか考えてなかったです。来年の国立に向けての準備をしています。で、そのもう社会人に次からなるんですけど、続けようと思ったきっかけはやっぱり今回舞台に出て、あ、この景色をもう一回見たいなって思ったので続けることにしました。で、次の演目の方が今回よりも時間がもう4倍とか5倍ぐらい長いんですけど、まあ最初見た時は諦めそうになったんですけど、でもやはり国立で見たあの景色って本当にすごかったので、あ、これを見るためだったら1年間頑張ろうっていうふうに思えたのがきっかけです。国立っていうすごいところで踊れる、やっぱりそれはもううち私の祖母世代とか特にもう和のものが大好きな世代の方とかも、今まではそんなに話してなかったけど、これをきっかけにみんなでお話できるようになったりとかしたら、もう自分の経験値だけじゃなくてその社会的にもいい影響を与えるのかなとかっていうふうに思うし、やっぱり自分としての経験値もみんながそうできることじゃないから、やっとくとアピールができるんですよね。やっぱりじゃあダンスやってましたとかって結構いっぱいいるじゃん、サークルじゃんみたいな感じになるんですけど、じゃあ就活までに日本舞踊やってます、え、
日本舞踊やってたのすごくないみたいな感じになるので、そこはやっぱり大きな違いだなっていう風になんで、みんな新しいこと始めた人はここでやはり日本舞踊やるのがいいのかなって思いました。